はい、マンガマンです。今回紹介する漫画はミスターアジコ、寺沢大輔先生の作品です。連載期間は1986年から90年、週刊少年マガジンで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。ミスターアジコは翔太の寿司の寺沢先生の作品なんですね。あちらはお寿司を扱う本格的な作風で、今作とは結構違います。こちらはある意味正統派でないアレンジ料理がバンバン出てくるんですが、どれも作れそうで美味しそうでいいんです。まあ実際美味しいかはまた別の話ですが、全19巻分を LINE 漫画で全話無料で読みました。まず主人公の味吉陽一、ドラゴンボールの孫悟空の料理版みたいなこの少年は中学生設定ですが小学生に見えますし、展開にしても料理にしてもコミカルで子供向け感が強いです。話は基本的に初めにその回で扱う料理についての勉強みたいなパートがあって、その後それを超える味っ子ならではの料理を考えて生み出すという流れなんですが、分かりやすくていいです。現実的ではないですが、料理勝負をするライバル店も卑怯なことをしてこないのもいいです。ジャッジをする人も買収されたりしませんし、そしてアイデア料理を食事する人が改めて説明するのも親切でいいです。あとは味王やブラボーおじさんや料理人のライバルなどキャラも立ってます。ライバルとの関係性が物語の進行に沿って深くなっていくのも見ていて気持ちがいいですね。個人的に食べてみたくなったのは野菜を使ったミニ寿司、アナゴに見せたナス、マグロに見せたミョウガ、イカに見せたカブの寿司なんですけどね。気になりました。そして終わり方、味王との対決、色試し、マナコ試し、味試しの3番勝負です。他の少年料理人の手助けもあり、納得の決着です。詳しくは読んでみてください。ちなみに最後の最後は味王のポエム的な独り言で終わるんですけど、味っ子に何か語らせずに味王のロマンチックで終わるという変化球は結構好きです。ということで、子供向け料理漫画と聞いて気になる人、アニメ版だけ見て原作漫画を読んだことがない人、初登場時から別人のように可愛くなっていく味っ子のお母さんをめでたい人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。マンガマンでした。